どうもズボラ健康運動チャンネルの柴田です。今日は内股を矯正するストレッチを3分間一緒にやっていきましょう。まずは自分が何股か内股かをチェックする方法なんですが、スマホを使いましょう。それでは仰向けに入れます。仰向けに入れたらかかとは肩幅に合わせてください。カメラを起動して溝落ちに乗せます。そこから写真を撮ってください。つま先が天井と床のちょうど間、斜め45度だったら正常です。つま先の位置が天井の方に向いていれば内股、反対に床の方に広がっていたらガニ股になります。それぞれの状態に合わせてストレッチを行ってみてください。それでは内股だったあなたは2つの矯正ストレッチをやっていきましょう。まずは仰向けに寝ます。仰向けに寝て膝を立ててください。足を少し開きます。そこから片方の膝を内側に倒します。反対側のかかとを倒した膝の上に乗せて下にグーッと押していきます。この状態で30秒キープします。よーいスタート。グーッと膝を下に倒していくと、ここの横側ですね、太ももの横側、ポッケの部分がストレッチされると思います。ここは大腿筋膜張筋という筋肉です。内股の方はここの筋肉がすごく硬くなりやすいです。しっかりとストレッチしてあげましょう。ぐーっと下に押し付けます。はい、 OK です。では反対側もやっていきます。右足の膝を内側に倒してかかとを膝の上に乗せます。このまま下にぐっと押し付けましょう。こちらも30秒いきます。よーいスタート。ぐーっと倒します。できるだけ体全身の力を抜いてリラックス、深呼吸を忘れずにゆっくりと呼吸を行ってください。この部分ですね、伸びてますか？はい、OK です。ではゆっくりと起きましょう。それでは次は横向きになって寝ます。横向きになったら腕はまっすぐ頭を乗せて膝を90度に曲げます。そのまま膝の位置を少し前に持ってきてください。そこから上の足を少し前に出してそのまま開きます。膝を少し前に出した状態で膝を開きます。膝と膝を離すような動きです。これを繰り返し10回やっていきましょう。いきます。1、2、お尻のこの辺に力が入っていれば OK です。3、4、5、6、7、もう少し、8、9、はい、ラスト10、はい、OK です。では反対側もやっていきましょう。横向きで寝たら手を伸ばして頭を置いて膝を90度曲げます。上の膝の前に出して開きます。こちらも10回いきます。せーの、1、2、3。内股が強い方はもしかすると開きにくいかもしれないので、できるだけ開けるように5動かしましょう。6、7、8、はい、9、はい、次ラスト10、はい、 OK です。ゆっくりと起きましょう。はい、皆さん、すべてのエクササイズお疲れ様でした。このエクササイズが終わった後にもう一度上向きで寝て体の力を抜いて内股、ガニ股の角度チェックしてみてください。変わってると思います。これに効果を感じた方は毎日2週間やってみてください。そうすると内股も改善されて足がまっすぐ修正されていきますので、頑張って続けてみてください。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。また次回の動画も楽しみにしていてください。ではまた、バイバイ。